皆さんこんにちは。おはようございます、こんばんは。イエガーラフト KMT ほのかファクトリーの塩見です。いつもね、ここ最近すごくLINE ワークスの方へ皆様の LINE から、お問い合わせがかなり多く入っております。で、そんな中でですね、前もお願いしていた、ルバードのエンジンオイルですね、ミッションフィーリング最高で、エンジンの回転フィーリングも最高でっていうことで、かなり皆さんに、良い評価をいただいているエンジンオイルです。まだまだね、知名度はそんなにないんですが、そのオイルの注文が、ここ最近かなり入っております。ありがとうございます。で、一応ね、私の YouTube を見て、ルバードに興味の、湧いた方、よければですね、私の、LINE ワークス、もしくはホームページ上から、メールでも構いません、問い合わせをください。できれば LINE ワークスの方が、お返事が早くできるので助かるんですけど、そういう形で、ちょっとルバードとも今話をしているんですが、まあ、できれば、塩見さんの、YouTube を見た、お客様からは、塩見さんが販売をしていただきたいということで、ルバードの上岡からも一報を受けております。なのでね、できれば、興味のある方は私にご一報いただければとってもありがたいです。はい。で、ちょっとね、販売は1リッターでもいいです。ちょっと送料がかかります。から4リッターでも構いません。それから、できればですね、20リッター缶で、ペール缶でね、ご購入いただいたりする、お客様に関しては、こちらからですね、ちょっとね、内緒ですけど、おまけを、付けさせていただこうと思います。当然ね、送料の方もこちらで、全て負担させていただく形になります。はい。そんな感じでね、ルバードのエンジンオイル、興味がある方、全ラインナップ、メーカーから直送で、お客様のもとにお送りができますので、ぜひぜひ、塩見にご一報ください。忙しくてもね、これは私の営業の一環として、頑張りますので、ぜひ、お声掛けお願いをいたしたいと思います。それからですね、中空黒森シャフト、タングステン鋼を使ってるわけではないよっていう、アクセルシャフトなんですが、やっぱ付けられた方が今まで黒森アクセルシャフトを使っていて、その黒森アクセルシャフトから当社の超高中空黒森アクセルシャフトに交換しただけで、なんかすごくフィーリング向上しましたという、結果もいっぱいご報告いただいてます。なのでこれもね、今もうすでに10種類ぐらいですかね、注文を、いただいて、順次作るような形をとっております。いろんなね、マニアックな車両でもいいです。対応させていただきますので、できればですね、一回ね、ベースとなるその純正のシャフトを当社の方にお送りいただければ、採寸をして、図面を起こした上で、その日のうちにお客様の元にお戻しするような、手配はしますので、1日だけ、純正のアクセルシャフトをお借りできれば、より、スムーズに余分な費用がかからずに、作業が進めることができます。これもね、また興味ある方はご一報いただければ、また対応させていただこうと思います。それからですね、今日の話題なんですけど、今日の話題は、当社が持っているGMD コンピュートラック、オートバイのね、3次元計測システムなんですが、ハンドリングパフォーマンスに影響するジオメトリーの数値と、走行安定性に影響するアライメントの数値、こちらの数値を、何十項目にも及んで、取得できるシステムです。これはね、日本国内でも本当に数少ない、3次元計測システムということで、かなりね、優位性を持っているシステムなんですが、ここ最近ですね、車両を購入したんだけど、少しなんか動きがおかしいんだよなとか、僕のバイク何か曲がってるかもしれないということで、お問い合わせをいただいております。これもね、かなり数が上がってきてます。で、これね、ちょっとお願いが一個あって、車体計測は当然当社まで来ていただく必要があります。そして時間を、余裕を持ってお預け入れいただく形を、
取っていただくケースになりますので、どうしても時間がかかってしまいます。それから、計測そのものに、2万4000円という、費用がかかってしまいます。なのでですね、できればちょっとね、その前に本当にフレームにハンドリングに問題があるのかないのかっていうのをちょっと簡易的にですね、見る方法をご紹介しますので、一度ですね、この方法でチェックをしていただいて、もしわからないとか、違和感があるっていう時には、当社で計測をさせていただくような形を取れればよりスムーズになるのかななんてちょっと思いました。なので簡易的にね、ちょっとチェックする方法、今からお伝えしていきますので、ぜひご覧ください。今日はね、ちょっと番外編ということで、ここ最近ですね、何件もちょっと問い合わせがあることで、当社がですね、3次元車体計測器っていう、まあ、GMD コンピュートラックと言われる、要は車体のね、フレームの、曲がり、アライメントの異常や、それからね、速く走るために、安全に走るために、必要なジオメトリーの計測ができるシステムを持っています。これ、ね、全国的に見てもかなり珍しいシステムにはなるんですが、この、ね、システムを使って、車体の、ね、ちょっとこうチェックをしていただきたいという問い合わせがここ最近結構入っています。でそんな中で、もしかしたら自分のバイクは曲がってるんじゃないかな、何かおかしいんじゃないかなということで、問い合わせをいただくことが結構増えてきました。でこれね、もうこのね、私がこの計測器を使って仕事を始めてからもう22年になるんですかね。でその長くの間で本当にこう計測をして、車体が曲がってしまっている、フレームがまあ歪みを起こしているとか、フロントエンドが歪みを起こしているパターンっていうのもかなり数多く見てきました。で逆にユーザー様、お客様はおかしいんじゃないかっていうふうに思われているのに、測ってみると何ともないパターンも数多く見てきました。でちょっとね、簡易的な、車体の歪みのチェックの方法っていうところで、で私は面白いことにですね、まっすぐな車体、まっすぐじゃない車体、どちらも数字で確認をして何台もやってきてます。でもうね、それこそね、計測、そのコンピュートラック計測システムで計測した台数も、もう2000台をはるかに超えました。で、そんな中で、曲がってる車体の数値はこんな感じ。で、この数値を持ってる車両はこんな動き。まっすぐな車体、数値がまっすぐで、車体はこんな感じ。私が結局ね、押して歩く、起こし、車体を起こす、そういうちょっとした作動、動作で今はアライメントの良し悪しを気づけるようになってしまいました。でこれはね、本当にフレームの歪みが、まあ、極端な話 0.3 度の歪みも目で見て目視で、分かるようになりました。でこれはね、大工さんの仕事と一緒で、柱がまっすぐ立っているか立ってないか、大工さんにしてみれば当たり前だし、とっても重要なことで、で目がその数字に慣れてくると、床の少しの歪みも大工さんっていうのは感じれるようになるんですね。でそのまあ匠と言ったらおかしいんですけど、ちょっとおこがましいですけど、職人としてやっぱ数多く車体を見てきた中で、こう見ると曲がってる車体、まっすぐな車体のあらかた見当がつくようになりました。そして、お客様の車両を計測器のところまで押して入ってくる際にも、おかしい車体は測る前におかしいって感じちゃうんですね。で最終的に、まあ
お客様にちょっとこれおかしいかもしれません、数値が何らかの形で出るかもしれませんっていうのをお話しした上で計測をして、数値で、あ、やっぱり出ちゃいましたねっていうことが結構まあここ最近では多いです。でそれはもう私が数やってるからまあ慣れてるっていうのと、まあ、目が肥えてきて見えるようになったっていうところの状態です。でこれを一般ユーザーさんにじゃあ見れるのかっていうと、実際の話きつくなってしまうと思います。もう基本的には見れないと思います。 0.3 度の歪みっていうのも本当にね、こう僕にとってみたらすっごい大きい数値なんですけど、一般のライダーから見ると 0.3 度ってそうなのかな、目の錯覚かもっていうところがあって、なかなか気づきにくいところがあります。でここ最近ですね、このオートバイに乗られていて、なんかまっすぐ走んないんだけど、僕のバイク曲がってるのかもしれない、異常があるのかもしれない、一番ね確実なのは、当社に来ていただいて車体計測を受けていただくのが 100% 確実です。これはねもう数字ではっきり、よし足良非っていうのが出ますので一番確実ではあるんですが、当社まで来ていただかなきゃいけないという労力と、それからね計測に、2万4000円税別ということで、費用がかかります。それもね、曲がってて費用かけてたらこう、あ、よかった数字が見えてよかった安心できました、じゃあどう直したらいいですかねってお話になるんですけど、曲がってない車両、問題がない車両を測って2万4000円ね、当社もいただいて、でも、あ、大丈夫でしたねって、まあ確かに安心かもしれないですけど、なんかね、もったいない気が少しします。で、簡易的に私みたいにねこう押して歩いて、あ、曲がってるかもっていう、そこの域じゃなくて、もっともっと簡単に、車体のチェックをする方法があります。で、皆さんの、お問い合わせの中でよくある、お話なんですが、バイクでビューッと走ってて、走ってる時なんともないんですよ。で、なんともないんですけど、ある時パッと手を離したらバイクが右に右に行っちゃうんですねとか、左に左に行っちゃうんですねっていうお話が結構多く入ってきます。で、オートバイのまあ基本的なコーナリングの原理として、アクセルオフっていう状態は一番バイクのバランスを崩してしまうポイントになります。逆にオートバイはそのアクセルオフでバランスを崩したところをきっかけに左にターン、右にターンっていう形で曲がる乗り物です。なのでアライメントの量比を判断するときにアクセルオフっていうことは基本的に NG です。はい。で、アクセルオフでね、例えばフレームが本当に曲がっていて起こるケースもあります。そうじゃないケースもあるんですね。で、そうじゃないケースをちょっとお伝えしていこうと思います。例えば先ほどアクセルオフにすることで車体のバランスは崩れて、コーナリングのきっかけを作るっていう、そういう乗り物だっていうお話をしました。で、そういう乗り物っていうことで、例えばね、バイクを乗り換えられた瞬間にそういう何か違和感を感じてしまうライダーの、中一部に、こういう方がいらっしゃいます。昔のバイクが実は左に行ってしまうようなバイクで、まあ、これはねアライメントに異常があったバイクということで、バイクでそれに長年乗り続けたことでライダーがね、ライダーってすっごい賢いんですよ。なので左に行こうとするバイクに対してライダーは自然と重心を右に持っていってバランスするような乗り方に変わってしまいます。変わってきます。センターで乗ってたはずが気がつけばバイクとのバランス調和を取るために右にオフセットして乗ってしまう癖がついているパターンが中にあります。これはねご自分じゃなかなか気づきにくいです。周りの友達と一緒に走ってもらって後ろから見てもらって、お前なんか右側にちょっと傾いて乗ってるよとかって言われるケースがこれだと思います。で、こういうケースの場合アクセルオフで手を離します。当然なんですけどライダーが右に重心を置いてますので、バイクは右に単位をしていこうとします。これ、
もうバイクの原理原則から言えば当たり前の動きをバイクはしています。逆の場合も一緒です。バランスを取るために左にオフセットしている場合、左にオフセットしている場合はアクセルオフするとバイクは左へ曲がっていきます。これもバイクとしてみれば普通の動きです。はい、必ずセンターでバッチシバランスを取ってセンターに乗っている。でセンターに乗っている段階でアクセルを離して、本当に何もなければどっちにも行かないと思います。ただね、基本アクセルオフはバイクの挙動を生むきっかけになります。なのでターンインのきっかけにもなりますんで、基本的にねアクセルオフでアライメントの良品判断っていうのはちょっと厳しいものがあります。なのでちょっと私からの提案です。これ、ね、必ず安全な広いまっすぐな道を見つけて行ってください。対向車がいたり他の交通がね通行者、人間も車もそうです、たくさんいるところでは必ずやらないでください。道がね空いていて、あここだったら安全確保できるな、大丈夫だなっていう場所を見つけてやっていただきたい、テストの仕方があります。これも平坦路ですね、平坦な道でやっていただきたいです。で、まずね普通に走行してください。もう2速でも3速でもいいんです。普通に走行していただいて巡航スピードですね、巡航スピード、アクセルは一定回路でキープしておいてください。速度は20キロでも30キロでもいいです。一定回路でキープしてアクセルはそのままで左へ右へ左へ右へという形で、まあ、ちょっと体を大げさに動かしましたけど、要はねパイロンスラロームをやるような形で左へ右へ左へ右へとバイクを動かしてみてください。アクセルは一定回路です。アクセルは一定回路のまんま左へ右へ左へ右へ左へ右へとパイロンスラロームをしてください。その時に例えばアライメントに異常があった場合は左へっていう時にガクンって入る、右には突っかえて入らない、左にガクンって入る、右に突っかえて入らない、逆もありますね、右にガクンって入る、左には突っかえてなかなか入らない、右にまたガクンって入るっていう、左と右とで、要はコーナリングのもう全く同じアクセル回路でキープして、こういうふうにねパイロンスラロームをやるような形で車両を揺すぶってみるっていうんですかね、揺らしてみた時に左と右とのターンの仕方で、差異が出る場合、違いが出た場合はアライメントに何かおかしな問題が発生している可能性があります。はい、必ず一定回路で左右左右、アクセルはオンオフしないでください。なので、一定回路で速度は出してなくていいです。広い道で平坦な道で、交通量の少ないところを見つけて、一回テストしてみてください。左右左右と、ターンインをしてもらうと左と右との要はコーナリングの間隔の差が生まれた場合、感じられた場合、アライメントに何らかの問題が出ている可能性があります。一度ですね、計測来ていただいてね、当然測ってみるのが数値としてはっきり出ますので確実ではあるんですけど、費用がかかるし時間もかかるし労力もかかります。なのでちょっとした簡易的なちょっとテストの仕方なんですが、このような形で、ご自分のバイク一度チェックしていただければと思います。必ずですね、フレームにフロント周りに何らかの支障が出ている場合、問題が出ている場合、左と右とでターンインの感覚は変わってきます。はい、一度これ本当簡易的なやり方なんですけど、一番バイクをアクセル開けてる時ってねバイクすごい安定してますんで、安定している状況下で左右にターンインした時にバイクがおかしな動きをするかしないか、そこの確認をしていただいて、アライメントの簡易的なチェックの方法として、実践してみてください。でもし左右で違和感があった場合、私の LINE ワークスの方へ
LINE を通じて、お問い合わせいただければと思います、いつでもね対応させていただけますのでよろしくお願いいたします。はい、じゃあまた、次回、はい、そんな感じでですね、簡易的なアライメントのチェック方法ということで、走行しながら簡易的にできる方法を、お知らせいたしました。この方法でちょっとやってみていただいて、それでもこうなんか違和感がやっぱりある、もしくはちょっと分かんないし不安だからやっぱり測ってみるって言われる方はぜひ、当社に計測の予約を入れてくださって、ご来店いただければと思います。はい、そんな感じでねちょっと簡単に、簡易的な計測の方法をお伝えしていきました。はい、またね、この動画ためになったと思ったらグッドボタンを、そして、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。